広島の中心街に位置するガレージでこの KP61 はメンテナンスを受けている。ハイパワーマシンの選択を避け、わざわざスターレットを選んだのは何でだろう。この車を選んだ理由は、そうですね、偶然友達が持ってた車を、乗る車がなかったんで。 GTR のフロントリップと TRD のリアスポイラーで武装された岩井スターレット、リアバンパーレスは当時の流行りそのものだ。エンジンはノーマルの 4K から AE101 用の 4AG へと換装。そのままではエンジンルームに乗り切らないため、バルクヘッドを切って対処している。フロントサスはストラットで、最も車高になる EP71 用ショックを使用。ユーラスの知恵の輪で切れ角アップも対策済み。リアはセリカ用のホーシングを使い、デフとドライブシャフトを強化。86用のコントロールアームでホイールベースが2センチ伸びた。室内は至ってシンプルそのもの。ノーマルエンジンのため特別なメンテナンスは必要ない。 E1 の権利を取ったのはですね、4月にあったアドバンドリフトミーティングで2位だったので、それの時に権利をもらって、もともとはもう数号線からしかエントリーできないと思ってたんですけど、聞いたら、お台場線もエントリーしていいよってことだったんで、急遽エントリーさせてもらって、ピットには入りきれず自販機の横で予選を待つ。その時点でドライバーはリラックスそのもの。ちょっと遊びに観光です、微妙に。ついこの間の選考会で D1 権を獲得いたしました。 D1 屈指の、もう唯一の、KP61、KP61 も最近ほとんど見かけないですからね。これ解体屋にもないよ。ドリフト結構難しいですよ、やっぱりホイールベースも難しいし。俺薄い峠でしてたもん。そうですよね。いいね、この角度、そしてコントロール、角度のリューザー、うまい、うまい、うまいよ、これはうまいよ、これうまいよ、99。これは岩井はうまいでしょ。うん、緊張の結果発表。岩井てるよし。これはダメかなと思ったんですけど、偶然1本だけいいのがあって、なんとかっていう感じ。晴れて本戦出場となり、お台場へ到着。ワークスチームのような派手なテントもなく、ここは友達を交えてのピクニック気分。そんなピットの横に、まるでピエロみたいな格好をした選手が一人。俺はね、こんなにね、いろいろ盛り上げようと思ってね、もう恥ずかしい思いして頑張ってるわけよ。タイヤ、これこれ、14インチ、ほらこれこれ、倍だよ倍。ほら、同じ道を走ってるタイヤには思えないよこれ、とか言いながらもさ、こういうスターレットがさ、意外と。そんなスターレットへさらに熱い視線を送る3人がここにもいた。これ何の足使ってんの？6.7。あ、そうそう、6.7。6.7なら持たないよ。そうですね。セリカの。そうだね。P22 の。いい足来たよ。でも、嫌だね、これ T22 のってすぐそれ。引けないという理由でサイドは引いてないですね。不便に思ったことある？そう、不便は結構思いますけど、特にここでサイドが欲しいっていう時もあるんですけど、それでギアが抜けて加速できないじゃ話にならないんで、結局もう引いてないですね。 4AG5 バルブ、パワーとしてはやはり150馬力がいいとこでしょうね、これ。シャさんね、ヤマダエイジじゃなくて 4AG、 はい。かっこいい、かっこいい。なぜか拍手が起こります。ギャラリーも予想外の激しい走りに思わず拍手。高価なスーパーマシンたちと同列にいるこのスターレットが走っている姿に声援も大きくなった。